今回は、ニンニクじゃないよ。里芋の、フライドポテト、照り焼きソース、生のものをね、大きいね、里芋を使ってもらった方がいいと思います。でしっかり揚げていってタレと絡めて食べます。大学芋とかにも近いのかな。美味しいんでぜひ作ってみてください。それでは調理開始。はい、それでは材料説明入ります。里芋今回 500g 用意してますが、多分皮むいてね、いろいろ掃除すると、里芋って皮厚いからね、まあ、400g から400、まあ、550g かなぐらいになると思います。で、あとはね、照り焼きソースなんですが、砂糖、みりん、醤油、で片栗粉、でおろし生姜、ね、まあ、おろし生姜なくてもまあいい、あるとねちょっとこう味が締まるんで入れてますけども、なくても大丈夫です。でね、これを全部ね、鍋の中に混ぜて、電磁アップでもいいんだけど、まあちょっとねフライパンで軽く温めます。混ぜてやります。なんで楽ですね。はい、皮むいていきましょう。あ、いけるね。うん、皮むきでいっちゃって。いや、手でむいた方が形取るときはすごいいいのよ。これ全部むいたらね、カットしていきます。はい、皮むき終わってね、水洗いしました。まあちょっと、ね、掃除して、里芋もね若干のぬめりがあるのでお気をつけください。できないね、自分で言ってんだけどね。で、太さはね、こうお好みもあるんだけど、太すぎると、まあ、あれなんでね、5ミリより大きいけど1センチよりちっちゃいぐらいかな。あんま細すぎてもダメだし、厚すぎると上がりづらいんでね、このようにね短冊状、棒状にカットしていきます。全体的に、そうに。それでは揚げていきます。普通のね、じゃがいもよりも硬さが残りやすいんですね。なのでちょっとね、低温とは言わないけど、フライドポテトの、じゃがいものポテトよりは長めに揚げた方が美味しいかも。揚げてしばらくってもカリカリで美味しかったりするんですよね。みりん、お芋を揚げてる時間もったいないので、その間にね、照り焼きダレを作っていきます。醤油、生姜、砂糖、片栗粉も閉じるときに入れると結構ね、ダマになりやすいんで、もう混ぜて加熱がされたらとろみがつくみたいな感じにしていきます。一瞬ね、ちょっと濁るんですよ、片栗粉で。なんですけど、片栗粉に火が入るとしっかりね、透明感のあるタレになります。酒が入ってるんでね、しっかり一回ガッと沸騰させましょう。冷めるとね、ちょうどよく出ますので。タレはつけるんですけど、一応ねタレつけなくても食べれるように軽く塩を振っておきましょう。